ジシャンに嫉妬するね、ちょっと。する。いや、マジでする。武道館公演とか、ドーム公演とか、お笑いじゃ無理やん。俺、ほんま思うたら、その2人で1回行ったんですよ、うん、スマップさんの、うん、東京ドーム。めっちゃやん。あの時、確かに嫉妬したな。うん、あの、やっぱ、うん、スタジオで見るスマップさんよりも、断然スターやん、うん。東京ドームで見るスマップさん。しかも、いっちゃ前で見たんですよね。見た。後ろ見たら5万人いるわけですよ。うん、3時間ぐらいな。そう。なんや言って盛り上げて笑い取らはって言って、うん、もうあれ見た時ちょっと嫉妬したかな。確かにミュージシャンやな。ミュージシャンの中でもセカオは、セカオは、うん、俺キングコングと、うん、セカオはどっち続けるかって言ったら俺セカオを続けるって言ったら始まってる。どっちか続けろって言われたらセカオは続けます。ほらセカオは続けるってね。わかるメンバーこっちはメンバーって言い張ってキングコングとセカオはお前どっち続けるって俺は大関さんに言われたらすいません俺セカオは続けます言うからそういうぐらい好きですから。